レイナのパチンコ研修録とは、パチンコ初心者レイナが実践取材を通してパチンコを理解していく道のりを描くシリーズです。こんにちは、レイナです。本日は全市高山店さんにやってきました。全市高山店様は4円パチンコ、1円パチンコ、新20円スロット、新10円スロット好評稼働中です。今日はレイナのパチンコ研修録の第1回目ということで、まだパチンコ初心者の私ですが、今日は頑張って実践していきたいと思います。頑張ります。レイナのパチンコ研修録、今日実践する基地はパチンコ CR 新北斗無双無限投乱です。人気の北斗無双を今から打つのが楽しみです。それでは実践していきます
車が緑になりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は第1回目のレイナのパチンコ研修録ということで、新北斗無双を、実践してもらいましたけど、どうでしたか？今大当たりがたくさん出て楽しかったです。
今日はあの早めに大当たりを引けてよかったですよね。で、今日パチンコを実践してて何か学んだことはありますか？今日は保留の色とか文字の色によって、例えば赤とか金とかによってリーチの信頼度が上がることを学びました、うん、そうですね。今日は初めての当たりは確か赤保留の金文字だったと思うので、そのあたりが見れてよかったね。あとは今日の北斗無双は多分初めてだったんで、大当たりラウンドとか時短とかの区別がつきにくくて、いつの間にか当たってたという、そんな感じだったと思うんだけども、まあ次回またこの棋士を打った時にはもっとよくわかると思います。それでは、カメラの向こうの皆さんに、挨拶を改めてお願いします。今日はご視聴ありがとうございました。それではバイバーイ。レイナのパチンコ研修録。今回の UFMTV はいかがでしたでしょうか？もしよろしければ高評価を押してください。チャンネル登録がまだの方はお願いします。それではよろしくお願いします。